どうも、サッカー選手ピッチ上で悪口言い合うって言うけど、カンテは言わないし言われなそうで、おなじみレオサルトボールでーす。さあ始まりました、ニュースザフットボール。こちらの動画は世界中のサッカーニュースを私レオザフットボールが独断と偏見でランキング付けをしてコメントさせていただきたいと思ってる動画です。ちょっと変ななりました。よろしくお願いします。というわけで行きましょう。第5位、ドルトムント若手がトゥヘル前監督に苦言。何を求めていたのか未だにわからないというわけで、こちらですね、アンダー21スペイン代表のミケル・メリーノ、この選手がですね、このように、語りました。予想していたよりプレーできなかった。監督にチャンスはあまりもらえなかったのでね、でもたくさん習得できたと思うんだ。世界でもベストに入るチームでプレーすれば、毎日の練習でもたくさんのことを学べるからね、というわけで。ただこうも言っていますね、常にセンターバックの位置で練習指揮をされた。でも後にはより前方でもプレーできることが分かったようで、6番や8番でも起用されるようになったねと、ポジションが決まってなかったことも複雑なシーズンにつながったと語ったというわけで、これまず思うのが、ドルトムントの選手、トゥエルがいなくなったりとか、解任決まった後、好き勝手言い過ぎ感ありますよね、なんかね。シュメルツァーもそうでしたし、結構いろんな選手がですね、不満抱えながらやってたなっていうのもありますし、いなくなったというのダッセーなっていうふうにも、思ったりとかしますけれども、まあその辺がですね、まあバエルのね、リベリーの件とかありましたけど、ペップと、結構ドイツのね、よくある文化だったり、やっぱり放出したのがね、ドルトムントの場合はバツケ CEO っていうね、トゥエルと揉めた人なんで、そういったこと言うことによって、保身なんかのことがあんのかなとか思っちゃったりするんですけど、ただこのメリーノに関してはですね、最初センターバックで使われてて、その後前でプレーできることが分かったようだから、監督が僕が前でプレーできるのを分かったようだから、6番や8番の位置で使われたという風に、ちょっとプラス思考、後ろ任せるには危なすぎんなと思って前行かされた可能性もあるなっていう風に思いまして、結構ですね、向こうの選手っていい感じに自信家だなと、シュメルツァーとかもすごい采配に不満みたいに言ってましたけれども、プレー見てたら変にね、センターバックと距離開きすぎててサイドでボール受けれなかったりですとか、単純にね、スペースある状態でボールがシュメルツァーに渡った時に、いいクロス上げれる位置にワンタッチでボールを置けなかったりとかして、ゲレーロにポジションを奪われたりとかありましたので、そう考えるとやっぱりね、サッカー選手、僕らはね尊敬しますけれども、結構普通のね、ちょっとずっと一番で育ってきた、自分がナンバーワンだっていう状況で育ってきた若者なんで、なんか結構ですね、調子乗り感が、悪い方に出ちゃうみたいなこともあるのかなっていうふうに思いました。ちなみにですね、来シーズン来るペーター・ボス監督ですね、この監督は、アヤックス と、ユナイテッドの試合見る限りは、あんまり戦略家というか戦術家っていう感じの監督じゃないんで、むしろ選手たちの、それぞれの特性を生かす、トゥエルの頃みたいに、作戦の中に選手を入れすぎて、勝つけど選手たちが楽しくなさそうみたいなことは、ない監督なんですね。ないっていうか、あまりできない、むしろ。そんな監督なんで、むしろこういった選手が多い、こういう若くて自由に伸び伸びやりたい選手たちが多い監督には、めちゃくちゃ合うかもしれません。そんな中で、香川がですね、4123のシステム使うとしたら、アヤックスで言うとクラーセンとか、ジジェクとか、そんな選手たちのね、ポジションを任されるというふうに思いますので、香川ですね、ドルトムントに残ったら、すごくですね、香川が、やりたいようなサッカーっていうのが、見れるかもしれません。両ウィングを操る香川みたいな、見れるかもしれませんので、来シーズン期待しましょう。第4位、復帰させたいバルサ、ラフィーニャプラス移籍金でアーセナルの若手サイドバック獲得へ、というわけで、これね、クリックさせたいからベジェリンって書いてないんでしょうけど、もう大体わかりますよね、この感じで書かれると。というわけで、ベジェリンですね、このバルセロナが獲得に向けて頑張ってて、ユベントスの横槍が入っても、ベジェリンの気持ちはアーセナルに残るかバルサに行くかっていう、そういったところだって言われてます。で、そんな中で先日アルダトランの件を紹介したんですけれども、ラフィーニャの、件が今回上がりました。ラフィーニャに関してはリバプールも狙ってるとか、バルサの放出候補でメディアに名前が上がっていまして、新しい監督的にはバルベルデ的には構想に入ってないのかなというかいうふうにちょっと思いますね。ただ怪我で離脱してた時期とかがありますし、エンリケの使い方的にも中盤だったりウイングだったり結構使い勝手がいい選手なんで、バルサが簡単に放出候補に入れてるというふうには思えませんし、またね、ラフィーニャはカンテラ出身ですので、ベジェリンだったりデウルフェウだったり、この辺のね、カンテラの選手を、復帰をね、画策しているバルセロナとしてはあんまり出したくない選手なんじゃないかなって思います。で、ベジェリンのね、このアーセナルにね、ベンゲルが残るのは残るって言ってた、こういう発言から、なんでバルセロナにね、こんなに戻る可能性出てきたのかなと思って、いろいろ調べたら、チャンピオンズリーグに出れないことっていうのが大きいんじゃないかって記事出てきたんですけど、僕はですね、アーセナルが新しく採用したシステム、343ですね。343のシステムで、ウィングバック、オックスレード・チェンバレンですね。このチェンバレンが使われることが多くて、チェンバレンの方が、キック精度が高いんですね。対人守備は全然ベジェリンの方が強いんです
けれども 3-4-3 で後ろにね人数がいる分、サイドの選手特にですねアーセナルの場合は、チェンバレンがですね右から中に入っていって、攻撃ねエジルだったりサンチェスラムジーとかと絡むみたいなね、攻撃がありますのでそうなるとベジェリンがですね右のサイドに使われるっていうのがちょっと減ってきてるんですね。でチェンバレンが、最後の方は左ウィングバックに使われてっていうことありましたけれどもコラシナツを獲得したってことはやっぱりチェンバレン右で使われるっていう風になりますのでそうなるとベジェリンの出番が確約されてないと。ただバルセロナの場合は4バックがメインになりますしそう考えると僕はですね、ベジェリンの、バルセロナ移籍が加速している理由っていうのがこういったところなんじゃないかなっていうふうに、このプレーの面といいますかこの戦術の面から考察してみました。というわけでいきましょう。第3位ライプツィヒに中心選手の対談危機ホルスベリ関心が報じられるミラン行きに前向きというわけでこのホルスベリがですね、ミラン行きに前向きだっていうのはこのニュースザフットボールの中で前に紹介させていただきました。で移籍金これ相当になるんだろうなとかいうふうに思って調べたらなんとホルスベリの移籍金っていうのは2500万から3000万をライプツィが要求しててそれをミランが下げようとして交渉してるみたいな思ったより安いですよね。こういう時いつも例えに出すんですけどシティはスターリングに90億使ってますからね。そう考えると2500万から3000万まあ40億弱になるんですかね。まあこの辺のお金でですねホルスベリ獲得できるっていうのはブンデスリーガのねアシスト王でプラス得点も8得点入れてますからねかなりですねお買い得な買い物だなって思ってて、でホルスベリとしてもミランとねチームとは合意してるけど、ライプツィ自体がもう契約延長ね、昨シーズンにしたばっかりなんで出したくないと、でチーム同士の交渉が進んでないという状況みたいなんですね。なんでどうしてここまでミランがいいのか、まあホルスベリがねもともとミランのファンだったのか、他の競合相手がですねもうミランにね行くってホルスベリが言ってるから競合相手がいない状況なんで安くなってるのか、この辺はね僕もねホルスベリの実力と今のね移籍金バブル時代これがですねちょっと合わないなっていう風に思ってちょっと気になったんで、ちょっと詳しい方教えていただけたらっていう風に思って、紹介しました。では行きましょう。第2位レアル会長ムバッペとドンナルンマへの関心認めるデヘア獲得は否定というわけで、はい、ドンナルンマの状況ですね。これね先にドンナルンマの話で調べましたらなんかですね、ドンナルンマの、このバイアウトこの契約条項をつけるっていうのにですね昔ライオラがですねそこにはこだわってないって言ってたのにいきなり言い出したっていう情報も出てきましたね。でもう一つ、ガゼッタデロスポルトが伝えたのがですねミランが契約解除金を2億ユーロで設定しようとしたんですね。まあそんな移籍できるわけないっていうことで今度ですねライオラがそれ要求したのがチャンピオンズリーグ逃した時の契約解除金で要求したのが1000万ユーロから500万ユーロ、まあ、20億にもいかないっていう感じですね。そうなるとミランとしては安すぎるって感じで、もう高すぎる人と安すぎる人の交渉なんで、いやそれはまとまんないなっていうふうに思いまして、もう最終的に、この辺めんどくさいんで、もうねドンナルンマが出てきて喋るか、ドンナルンマが本当にね直接自分の意思がどこにあるのかっていうのをまあ出した方が一番ねスムーズなのかなって思いましたし、ねミランのね OB とかいろんな人がねまだ交渉は終わってないと思うって感じで言ってますんで。その辺でねドンナルンマのミラン残留を僕も信じたいんですけど、そんな中で、レアルの会長ペレスがこんな風に、コメントしました。人々はみんな彼を素晴らしいプレイヤーだと絶賛してるね、ドンナルンマはブッフォンの後継者だと、彼は態度も良さそうだ、確かに彼にも注目してるよ、ただ実際に今我々がどんな動きをしているか詳しく話すことはできないというわけで可能性全然あるっていう感じで、コメントしてますね。まあムバッペの方がですねムバッペはもうクリロナ来るかどうか、関係なくここは狙ってるなって思ってるんですけど、ドンナルンマに関してはもう確実だなっていう風に思ってるのが、まあデヘアですね。最近デヘアの方の噂が静まってて、いろいろ調べたら2016年にですね、そのデヘアがマンチェスターユナイテッドがレアルに移籍できなかった時ですね、その時にフットボールリークスというまあこういう風にタレコミ情報をまあ出すサイトがあるんですけど、それが、デヘアとレアルが移籍金ですね110億で、プラス年俸15億で、契約してたと、まあこれご噂になってしまったんですけど、これがですね、移籍金110億、このレアルがですね、ユナイテッドに使うつもりだったら、ドンナルンマの契約解除金、それを払うっていうのはですね、ドンナルンマの移籍金、2000万から3000万ユーロの間を払うっていうのは、まあね、言っても40億ですから、そう考えると安いもんですし、年俸もですね、7億程度ってことは、デヘアの半分ですから、
そう考えると、このね、ペレスの発言からして、ドンナルンマはガンガンね、いける買い物だっていうことになるなっていうふうに思いまして、このドンナルンマの獲得は、レアルにとっては、もう本当にね、すごく現実的な買い物だっていう、そんなニュースでした。というわけで最後行きましょう。第1位。ゴールキーパー史上3番目の42億円で移籍へ、エバートン加入が濃厚な逸材、守護神の実力はというわけで、はい、こちらですね、もうエバートンが発表しましたね、サンダーランドからピックフォードを獲得しました。プレミアの若手のキーパーで今後イングランドのね、未来を担うと言われてまして、イングランドのキーパーの中では足元がうまいと、でパントキックの精度が高くて、なおかつサンダーランドね、あれだけ攻められまくるチームでずっとねシュートストップしてたっていうことで、これどこが取るのかなっていうところでエバートンが獲得しました。そんな中でですね、エバートン今シーズンの補強が結構面白くて、今回ですねその話をしたいと思います。まさか1位でエバートンの補強を取り上げるとはというわけで、まあサッカー変態のチャンネルなんで、この辺はお許しください。そんな感じでこちらです。はい、エバートンのね、スポーツディレクタースティーブ・ウォルシュ、あのレスターが優勝した時のチームを作り上げた強化部長が今のエバートンのね、強化部長っていうか、まあそこの最高責任者なんですけれども、それがですね、夢見ているといいますか、理想としている、来季の布陣をこんな感じで表しました。このデンベレっていうワントップのデンベレがルカクをチェルシーに放出した後の後釜として考えてる選手だと。そしてもう一人、噂されているのがサンドロですね。元バルサで今シーズンマラガで活躍しまして、デュロフの買い戻しオプションをバルセロナが行使するだろうと言われてますんで、その14億円買い戻して1200万ユーロ使いますんで、その14億円中の半分ぐらい、7億5000万ぐらいをですね、このサンドロの獲得に当てるんじゃないかと。サンドロアトリチコ行きが有力だったんですけど、アトリチコに関しては夏移籍禁止処分受けましたんで、登録禁止処分受けましたんで、サンドロがエバートン行くんじゃないかと。そしてボラシー、まあ、怪我ね、大怪我した後なんでボラシーミララスってここなってるんですけれども、右サイドにシグルズソンのね噂が上がってますね。まあ、右サイドかどうかわからないんですが、このシグルズソンもレスターのね強化部長だった頃にスティーブ・ウォルシュがずっと目つけてたのは噂に上がってましたので、その辺で取るんじゃないかと。でシグルズソン取ったとして、ここマフレーズって書いたのは、マフレーズ移籍先がねまだ見つかんないって言ってまして、この状況を続くんだったらマフレーズね、エバートンに連れてきたいっていうに、当然ねマフレーズをレスターに連れてきたのはスティーブ・ウォルシュなんで、そっからの移籍ってあるだろうと。そうなるとマフレーズ右サイドしかできないので、マフレーズ右に使ってシグルズソン左っていうのは全然あるなと思いますね。もともと中央に入ってきてゲームメイクって言いますか、チャンスを作りつつ前線に出てってっていうのが得意な選手で、両足使えるんで、シグルズソンを左に使ってシグルズソン、マフレーズの両サイドとかめちゃくちゃですね魅力的だと思います。そして中盤にクラーセン獲得しました。まあアヤックスの司令塔と言いますか、まあ中盤でね、ゲーム作りつつ前線に飛び出してってゴールもできるみたいな、そんな選手です。このクラーセンと、まあバークリー、このコンビがですねどのぐらい機能するのか、もしかしたらバークリーを前に使ってトムデイビスとか、そんなですね、輝いてる若手をここに入れるとか、まあねプレミアね、日程多いですし、日程すごい厳しいですし、ヨーロッパリーグもありますんで、この辺ターンオーバーしていくんじゃないかと。そしてゲイエのところにシュナイデル、ランバリーとね、ベテランと冬に取ってきたですね、まあ即戦力の、アンカーがいてっていう感じで、で4バックですね、マイケルキーン、先日リバプールの噂とかで言いましたけれども、マイケルキーン自体を、このねエバートンが狙ってるんじゃないかということで、ジャギエルカがちょっと衰えてきてて、フネスモリがですね不安定なプレー見せることがありますし、ペニントはね上背とか空中性のところで弱かったんで、アシュリー・ウィリアムズの、まあ、パートナーとしてマイケルキーン呼んできて、こうねターンオーバーしてって感じですね。でベインズの後釜と言いますか、一緒にねここのポジションを回せる選手がいなくて、ギャロウェイがレンタル先から戻ってきてどうなるのか、あとね右のコールマンも怪我してますんで、ここが復帰してどうなるのかっていうところなんですけど、エバートンもしかしたらですね、来シーズンプレミアでね、すごいチームとして、取り上げられる機会多くなるかなって思いまして、ここで先に取り上げました。唯一不安なのは監督なんですけれども、ルカクがいるんで、今のカウンター頼みのルカクボラシー頼みのサッカーになってるのかっていうふうにも思ってるんですけど、こんだけの陣容揃ったら来シーズン魅力的なサッカーをして勝つことが求められると思いますんで、ちょっとクーマンにね僕はかなり疑問視してる感じなんですけれども、そんなところ、ちょっとね僕をね、すいませんでしたって謝らせてくれるような、そんな魅力的なサッカーをやってほしいなっていうふうに思いまして、エバートン特集しました。こんな感じでいかがだったでしょうか。明日もお楽しみに。バイバイ。ご視聴ありがとうございました。そしてコメント、チャンネル登録よろしくお願いします。他にもレオザトゥーフェイスの音楽とか、レオザゲーム TV のゲーム実況、こちらも気になるよという方は下のもっと見るから、ぜひ